レントゲン撮りたいところなんですけど、ちょっと今からすぐっていうわけにはいかないですね。入り口はここでね、ちょっと健康チェック表ちょっと観察してくださいするんですよ。体重が 83g 今、できればこれ朝晩測ってほしい。多分夕方暗くなるとご飯たくさん食べて体重が朝よりも少し増えるわけですよね。とあとは何の少ないのかな、なんかうんち、まあ、うんちが何個出るか、まあ20、まあ、もし2回お掃除してもらえたら前の晩から朝まで何個、朝から夜まで何個、20分の出てる。大体おかめうんこは40個から60個ぐらいは入ってます。30は欲しいんですけどね。だから元気、サイズが小さいと年齢もあるかもしれないけどさ、なんか問題があったりするね。食べてる今、つまみました、ね、まだ落ち着いてないから、落ち着いたら多分食べ始める。で、まあ元気さ加減ね、まあ、若い時の元気なのを100度考えて、まあさすがに100はないですよね、自分は。元気いっぱいなんですよ、この子。そうなの、常に飛び跳ねてる。さえずりって毎日ありますよ。はい、毎日ピー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 。でもその声が小さくなってるわけですよ。はい、さえずり。それからあと、この子のいるところの環境、温度湿度、どれぐらいのところにいるのか、その温度差も知りたいから、朝一と昼過ぎと夜と、温度湿度をちょっと測ってほしいですね。で、鳥にとってね、楽な環境は30度ぐらい。で、湿度が40から60ぐらい。まあ30から33ぐらい。で、なるべく温度差がつかん方が楽です。で、ちょっとこれで体重が維持されてるのを3日以上観察して、されてればその場でさせていただきます。なんか今初めて見てさ、14歳の子でさ、じゃあレントゲン撮って、レントゲン撮ろうと思ったらこうやって押さえたい、二方向撮るからね、内容もね、押さえ込むから、ちょっと心配ですね。それで書いて弱らせたら何の検査かわかんないから。で、あと、ちょっとですね、お水をたくさん飲むよ。あと、もし測れたらね、これめんどくさいんだけど、飲水量。この子って、この子1話で。この子は1話で入れてます。水浴びとかします？水浴びは、あのスプレーでかけてあげる。そう、喜ぶ。自分からは入らないです。そうしたら、飲水量測れるから、そうすると、まあ、例えば、50グラム入れてね、何グラム減ったか飲んだかなっていうのをちょっと、見てたくさん、測る。で、ただね、気化するからさ、同じ 50g の食器のお水をこのカゴの外に置いといてさ、気化したのが何 g あるか、例えば半日、朝から夕方までチェックして 1g だと、ペットボトル 5g だと、水専門のが 5g だとすると、その差が飲んだ量だからね、そういうふうに見たら、で、体重が 83g だったら 8.3g 以上、3cc 以上20時間で飲んでたら、まあちょっとたくさん飲んでるかなと。そうそう、たくさん飲むといろんな病気の可能性があります。そうそう、だからまずこのお水、もし測れる日だけでいいから、24時間で何グラム何 cc 飲んでるかをちょっと測れたら測ってみてください。で、もし明らかに 8.3、まあ、要は 10cc 以上ですよ。10cc、まあ、これで 5cc です。ああ、じゃあそんなに飲んでないですね。いつもこのぐらいの水入れに結構多めに入れて、今日の朝に入れて戻ってきた時に全然そこまで減ってなかったので。まあ、一応ちょっと簡単に言っておくとね、たくさん飲んでたくさんおしっこすると、クッシング症候群、婦人の、あの必須機能を行使でしょ、うん、し、女の子は子宮蓄膿症、でもこれだと一般女性は落ちますね、食欲も、それから糖尿病、それはそうないと思うんですけど、これは多い、慢性腎不全、慢性の腎臓病、そうすると
飲水量は増えますね。仕組みが増えます。これは、これも一般で落ちるから、まあ、違うと思う。初期の急性腎膜炎。それから、腎腎炎。これも、まあ、膀胱炎からね、炎症が上の方に上がって、腎臓まで行っちゃうと腎腎炎です。これも一般で落ちます。地球地区の腎臓ね。交感神経症。これは、白血病とかリンパの腫瘍、リンパ腫瘍、そういうのに付随して起きます。だから肝臓が悪い、だから甲状腺機能で更新してくる、ホルモンが出すぎる、だからあとこれのクシンを磨くだけのビジネスホルモンが出る、その病気になります。だから尿道症、脳から抗異のホルモンが出ない、これが一番の問題ですけどね。ただね、鳥はね、これはね、分離はできないです。血液分離はできない。ワンちゃん猫ちゃんだと分離できる。でも一番ここで多いのは年齢がいってるから慢性腎臓病か慢性の肝臓病か、この辺が多いかもしれない。まあだから、まあここまで飲んでないんだったらね、たまに飲むのはいいんですよ。今日は10飲んだけど明日は5だ、もうコンスタントにも毎日毎日必ず、まあ、8.3、前は 10cc 以上飲む子はちょっとこの5で変わる可能性があると思います。だからまあ測れる日はちょっと飲水量をチェックしながらね。あとこの子と今日はお渡しますね。これを観察してほしい。続いてこれでお渡しします。はい。準備スタートします。